はい、ケンチャンネルです。おはようございます。今回はですね、大きなバッテリーと移動式のクーラーを買ってきましたんで、その2つを設置することでこの暑い夏でも屋内で仕事ができるというようにやっていきたいと思います。で、今まで、バッテリーも結構容量の小さいものだったのと、その小さい容量のバッテリーだとクーラーも回せないっていうことで、今回は5000ワットアワーの大きいバッテリーを2つ買ってきました。それを設置してクーラーを回せるような電力を確保するというところと、工事が不要の移動式クーラーを買ってきましたんで、これを設置したいと思います。日当たりがすごくいいので、ちょっと晴れただけで家の中がもう灼熱地獄になってしまうと。で、今回クーラーを入れることで暑い夏でも作業はしやすくなるんじゃないかなというふうに期待をしています。では頑張ってやっていきます。はい、移動式クーラーの方はですね、こっちの窓の方に設置していきたいと思いますので、この窓枠のこの辺りを片付けていきたいと思います。で、バッテリーはこの下に置きますので、この辺も片付けてバッテリーとクーラーを設置していきたいと思います。右につけるのか左につけるのかでちょっと悩んでるんですけど、右側は玄ちゃんの入り口、窓からこう入ってこれる入り口があるので、まあ左側につけようかなと思います。よいしょよいしょよいしょ。はい、どこでも簡単設置、工事不要、移動式クーラー、メーカーはヤマゼンです。ことのほか重たくてびっくりしました。で、これはまだ開封しないで、まずはレールから取り付けていきたいと思います。で、窓枠レール、これです。で、これなんで別の箱で来てるかっていうと、でかい窓枠にも取り付けられるっていう窓枠が別売りで売ってたので、この別売りの長い窓枠レール、これをつけていきたいと思います。よし、移動式クーラー用テラス窓用パネルっていう商品名です。隙間埋める用のパッキンみたいなやつなんですかね。これも入ってます。で、中に説明書も入ってるので、これの通りやっていきたいと思います。窓パネルを裏返して、窓パネル固定用部品を取り付けてくださいと、パネル A からですね。熱くなってきたね。この固定板をこのここで入れるだけということみたいです。恐る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 。はい、固定板をここにつけました。見えますかね。あれ、あ、逆だ、逆でした、こっちでした、こっちでした。この固定板をこう入れて、こうと、固定板とこのナットで仮止めをしていきます。こんな感じで、こんな感じで取り付けていきます。これでもつけられるっちゃつけられるのかな。ちょっとつけてみますか。どういうこと？隙間が大きい場合はスポンジテープをつけると書いてあったけど、結構これ隙間が大きいな。こういう簡易ロックみたいなのを買ってきて、窓の下のところにガチャッとはめてですね、夜も安心していられるようにと思って買ってきたんですけど、これよく見るとレールは右側にしか取り付けられないみたいなんで、やっぱちょっと左側じゃなくて右側に取り付けるような形でやっていきたいと思います。出れちゃいそうだな。
したらいよいよこっちのクーラーの方も開封していきたいと思います。開けたらこんな感じでした。耐熱ガスかな。よし、一回倒しちゃおうか。そこが抜けてる、そこが抜けとる、そこから出しちゃおう、そこが抜けちゃってるから。よいしょよいしょ、おう、でこう、タラーン。でキャスターがついてるから、楽々移動って書いてあるから本当にコロコロ転がして移動できます。いい鍵な。 OK、 グッ。こうを展開するけど、よし、はい、こんなんでいいかな。あ、OKOKOK。 これロックアンロックってこう矢印があるんで、ロックの方向に回したらカチッとはまりました。簡単です。あ、ガチャッと音がしたら完全にはまった感じですね。ちょ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 。ここでですね、ソーラーパネルから、外のソーラーパネルからですね、電源を引っ張ってきてこのバッテリーに貯めてるんですけど、今のままだとこのバッテリーだとクーラー1時間回すと止まってしまうっていうぐらいの容量しかないので、でかいバッテリーを買ってきてますので、そちらに入れ替えるという作業をしていきたいと思います。ボロッボロです。弦に攻撃されるから、はい、石膏ボードを置いていきたいと思います。重たい。何キロなんだこれ。1万ワットアワーの重みってこれのことですね。よいしょ。おまずはここのマイナスとプラスでつないで直列にしていきたいと思います。バッテリーのプラスを入れていきます。では、バッテリーとインバータをつなげていきます。外からの太陽光パネルケーブルをこれで繋いでいきます。電気も全部動くようになりましたんで、これでついにエアコンを動かしたいと思います。あ、
たぞ。電源冷房きた。どうだ25度。どうだ。残念ながら今回クーラーは使えない中での作業ということになります。今回はどのように作業していくかというと、1段目はここでできてますので、2段目以降を短いやつ長いやつっていう2段方式でやっていきたいと思います。